はい、こんにちは、林です。ミニマリスト渋と申します、はい、よろしくお願いします。今日は働きたくない側の人間の人たちは一体どういうお金のやりくりをしているのかとか、なんかどういったことを仕事にしているのかとか、なんかそういったヒントに、ね、なればなと思って、なんかもともとミニマリストになったきっかけもなんかそういったところがあったって、なんか前の本にも書いてあったと思うけど、なんか実際それもやっぱあるっていう。ああ、そう、まさに、まあ、まず実家を抜けて、うん、でフリーターの少ない収入で一人暮らししたいと思ってたんだけど、うんうんうん、まあ、フリーターでもさ、まあ、10万そこらは稼げるじゃん、うんうん、確かに今一人暮らししようと思えばできるんだけど、うんうん、そうなると一人暮らしできても今度はじゃあシフト週5とかもうフルで埋めないといけなくなって、うんうん、一人暮らしできても結局生活にゆとりができない、うんうんうん、時間ができないから、まあ、やりたくないっていうのでずっとなんかこう実家にいて、うんうん、でもこうミニマリスト的な考えで、まあ、物を減らしてコンパクトに暮らせば、まあ、自分のシミュレーションだと、まあ、大体6万円くらいあれば、うんうん、家賃、水道、光熱費、スマホ代、うんうん、あとスポーツジム代で毎日サウナ入るとか、うんうん、なんかこうネットフリックス、ね、サブスク契約して、うんうん、まあ、サブス動画系のサブスク契約してジム契約して、あとなんか Kindle 読み放題とか、まあ、そこ込み込みで6万円くらいあれば最低限生活成り立つなっていうのがシミュレーションして分かったから、ね、収録だったらそれこそ当時福岡市の最低賃金がまあ740円とか、うん、そんな安かったよね前。そうそうそう、今いくらだっけ、800円ぐらいになってるよ、ね、くらいと思うけど、まあ、僕多分800円で働いてた当時、うん、でも当時800円とかでもまあ週3、ね、週4労働くらいすれば、うん、まあ、月6万とかは賄えるから、うん、週5とかフルで働かなくても週3、うん、週4労働でやって一人暮らしできるんだったらと思って、うん、まあ、要は物を減らせばそんだけ維持費、うん、生活コストが安くなるから無駄に働かなくていい、うん、でその分浮いた時間をさっきさ、うん、ほら言ったなんかジムのサウナで入ってまったりするネットフリックス見るとか、うん、まあ、それこそブログを書くとか、うん、ね、そういう時間の方が大事だと思ったから、うん、物を減らし始めたっていう経緯はあるね、うん、国民健康保険で6万円くらいだった。ああ、そっか、じゃあそっか、あれってさ、もともとの収入でなんか毎月払う金額って左右されるじゃん。そうそうそう、保険って、まあ、それも安いのかってな。そう、だから年収が100万円以下くらいだとまず住民税いらないでしょ。で正社員じゃないから、うんうん、厚生年金じゃなくて、うん、国民健康保険っていう、でそれが当時本当ね、うんうん、1キュッパとか2000円くらい、安っ、うん、で年金は免除できたから、うんうん、俺もフリーター1年目全額免除、うんうん、2年目4分の3免除みたいな、うんうん、だから実質年金払わなくていいから、うんうん、まあ、あと国民健康保険アンダーの2000円ぐらい払えばいいから、だから本当込み込みで保険込み6万円で当時は生活が成り立ってた、うんうん、でもさ今またその生活に戻りたいと思う、うーん、そのフリーターとかの働き方、うん、まあ、今はやっぱり YouTube とか発信とかアパレルとかもなんか社長だからさ、うん、はいはい、自分の事業があるわけだけど、うん、まあ、いきなりそこに戻れって言われたらどうなのかな。でも戻るも何も俺そんな極端に変わってないよ、うん、当時とその根本の確かに、ね、でも家賃は当時がなんか1万9000円のもうすごい 1K、うん、築30年の 1K で、まあ、ちょっと都心から外れてるとかみたいな、うんうん、でも今ちょっと都心部に引っ越して、うんうん、まあ、3万5000円とかになったけど、うんうん、まあ、多分その周辺エリア、なんか福岡市中央区っていう一番都会のエリアの中でも一番安いし、俺こだわり、家のこだわりはとにかく安ければ安いほどいいと思ってるからとりあえず家賃安い、住みたいで決めますと、うんうん、なんか福岡市中央区どこどこにここ住みたいなっていうのを決めて、うんうん、でそこから家賃安い順でサーチかけて、うんうん、で上から順番に、あ、ここちょっと間取りちょっと微妙だなとか、これ木造だからちょっとさすがに防音、まあ、防音だけはちょっとねしっかりさせたいからちょっと木造外そうとか、うんうんうん、まあ、本当に最低限だけチェックして、うんうん、でもうしらみつぶしにしてここ住めると思ったらもうそこ住むみたいな、うん、結果の家だから、うん、フリーターの時に収入上がったけど、うん、そんなに家賃の部分は上げてないし、確かになんかでかい車、ちょっとマイホーム買ったとか、うんうん、車所有したとか、なんかそういうでかい保険入ったとかもないし、生命保険とかも入ってないし、確かに変わってない、俺ほんと変わってないんだよね。カメラ買ったとかじゃない、まあそれはでも仕事道具だからだし、まあ、その都度じゃん、ピンキリじゃん、固定費に関する部分は とにかく上げてない。なんか例えば今、ね、普通にアパレルとかもやってるからさ、いろんな業界の人と関わるわけじゃん、うん、でやっぱりそういった人たちってさ、例えばタワマン住んでますとか、うん、東京の一等地に住んでますっていう人も、まあ、もちろんいると思うんだけど、そういう人たちを見てこう自分もこんな暮らしをしたいなとは思わない。昨日まさにちょっとそういう、まあ、
なるほどね、友達の、まあ、社長さんの家に行って、うんうん、っていうのがあって、まあ、まさにちょっと高級な、うんうん、まあ、なんだろうな、六本木麻布とかもちょっと地形のエリアのちょっとタワマンで、うわー、高そう、エントランスすげーって感じだったのよ。家賃いくらだろうな。まあまあまあそんな感じでちょっと行ってたんですけど、うん、まあ、確かに部屋綺麗だけど、うん、なんか、うん、友達の家行けばそれ別に経験できるしかと思って。でもさ、それはさ、自分の家じゃないわけじゃん。それは、うん、なんか僕の中で一番大事にしてるのはとにかく固定費を上げない、うん、なんかお金を使わないってことよりは、うん、固定費上げなければいいと思ってる。そうね、だって家賃も今3万5000円で、まあ、他のいろんなサービス含めても今でもだってもう10万円ぐらい、うん、まあ、極論なんか月収が100万円あったとして、うんうん、まあ、じゃあ月収100万に対して家賃、うん、スマホ代、車のローン代とかもろもろの固定費がじゃあ100万のうち30万ぐらい毎月かかってるっていう、うんうん、で残り70万円まあ貯金したり旅行できたりっていう、うんうん、まあ、そういう生活よりはもうさっき言った100万のうち固定費が10万くらいミニマムに置いて、うんうん、なんか残り90万くらい貯金したり旅行したり、うんうん、なんか飲み代に使ったりみたいな、なんか分かる、その余白のお金というか、うんうん、固定費上げちゃうとさ、なかなか下げれないじゃん。下げれないね、収入が下がった時とかに収入下がったからってじゃあ明日引っ越そうみたいな。そう、ね、バタバタ引っ越せないし、で引っ越すために収入が減って引っ越して、うん、で家賃の安い家に節約のために引っ越そうと思っても、うん、節約するために今度初期費用かかるじゃん、引っ越しの。かかるよ、節約するためにも一種初期費用が必要だったりするわけよ、うん、かかる、まあ、僕とか一番最初の一人暮らしで買ったのって、うん、Amazon で買った4000円の折りたたみデスクとチェア、簡易テーブル、家庭用ドライヤー、3000円のマットレス、六つ折りのニトリの、うんうん、ニトリのマットレス、だけそんだけ、本当にそんだけだけで、IH ヒーターも最初からついてた、あ、そっか、洗濯機はマンション内についてた、コインランドリーが、はいはい、で、あ、そこね、そうそうそう、で、スーパー、コンビニもすぐ近くにあったから、うん、冷蔵庫買わなかったでしょ、うん、まあ、テレビも当然持っておる、持ち込まず、うん、で、なんかその後、あ、また、まあ、フライパンとかにあるけどね、片手鍋とか、まあまあ、そういうのはね、買ったけど、大型家財そんだけ、本当に、途中で買い出したのが炊飯器くらいかな。あ、炊飯器は買ったんだ。最初片手鍋とかでやってたんだけど、はいはいはい、まあ、確かにおこげできてうまいんだけど、うんうん、まあ、ちょっとフリーターでバイトしてる時とかになんか仕事終わりにちょっとお米炊く気力湧かなかったから炊飯器買ったけど、それも途中からだもんね。うん、まあ、だからとりあえずミニマムで始めて必要になれば買い出せばいいしなっていう思考だったから、うん、うん、だから初期費用とか確かね、あの込み込み敷金礼金家具家財込み込み9万くらいだったはず、家賃が1万9000円だったから。家賃がさ安すぎないよ。でも地方だったらあるよ、まあ、そうね、福岡の、まあ、ちょっと外れとかだったら全然あるか、外れだけど全然、うんうんうん、その福岡市空港線っていう一番メジャーな駅から、まあ、徒歩10分とかの場所で、うんうんうん、鉄筋コンクリート造で、まあ、築年数が古いけど30年、うんうん、防音しっかりしてて、まあ、狭いけどね、うんうん、16平米くらいで 1K だけど、うんうん、まあ、初めての人暮らしだったから、うん、まあ、そこの初期費用が確か6万円とか。安い、え、初期費用で6万円、6万、1万9000円の家賃と仲介費とガス消毒費とかなんかもろもろ込み込み、うん、ほんと6万くらいだった。敷金礼金ゼロだから、敷礼ゼロだから。ああ、なるほど、敷礼、そうそう、安い物件は大体敷礼ゼロ多いからね、うんうんうん、本当10万かかんないくらいの処理費用で始めたから、うん、そうね、あれは本当まさにミニマリストの考え方知らなかったらできなかった発想だね、うん、とにかく固定費が少ないと無駄にシフト埋めなくていい。確かにね、無駄にこう働き続けなくてもいいもんね、最低限のお金だけ稼ぐ日だけ入ればいいからね。で、そういういいものを買うための軍資金も貯金もしやすい、そっか、っていうのがあるから、うんうん、そうね。で、あと持ってるなら、うん、まあ、ブラックロードをから脱出できる、まあ、要は生活費のために、それ結構強いんだよな、生活費のために仕事を辞められないっていう不安から脱出できるから、うんうん、まあ、なんかほらやっぱさ、お金のためにね、アクセク働かないととか、クレカ請求のためにって思うと、うんうん、まあ、要は貧すればどんするみたいな、うんうん、お金の不安をね、お金の不安を抱えてる人は IQ が10下がるとか、うんうん、徹夜の 80% 相当までバカになるみたいな、よく言われるけど、やっぱお金の不安から解放されるとなんかね、エネルギッシュになるね、うんうんうん。いやでも僕はもう無理ですね、それは。こんな感じなんで。でもね、ここから上げようっていう気は特にないよ、今。そう、まあ、そう言ってね、もう上がっていくんだよ。やめて、僕は知ってますよ。やめて、そうやって言うの。だでも、今の家の家賃だったら、仮に福岡に住んだ時には、まあ、これぐらいの広さだったら、まず家賃下がるし、同じぐらいの家賃だったら、もうタワマンになっちゃうわけだから、うん、まあ、それはそれでいいんじゃないかなって。
だからタワマンは僕は福岡に帰ってからっていうことで。え、つまり林くんはじゃあさ、はい、なんかそのそう、ね、いい生活してどんどん家賃上げてるじゃん。まあ、東京に引っ越したっていうのもそれ一つあるけど、極論だってさ、この家の広さ、この家の広さに住んでこのものを置きたいっていうのは決まってるだけであれば、東京の一等地に住まなくてもちょっと駅のもうちょっと都心部から外れるとか、東京出るとかリモートワークでやるとかいう選択肢を持てるはずなんですよ、彼は仕事的にもね。そうね、持てるよ。にもかかわらずそれをしないってことは、あえて自分から家賃を上げるっていう選択をしてるわけじゃん。それは知ってる。そのメリットを教えてよ、逆に。そもそも僕がなんで東京に引っ越してきたのかっていうと、やっぱ都心へのアクセスとか、いろんな人に会いに行きやすいとか、やっぱ買い物もしやすいっていうのは一つあるわけよ。でも今の僕のその仕事の働き方の話を言うと、まあリモートワーク、基本週4でリモートワークで、週1だけ四ツ谷にオフィスがあるから四ツ谷に出勤してますっていう感じ、だから正直他の会社の先輩とかは埼玉に住んでたりとか、他こう横浜の近くとか住んでたりとかは、あと千葉とか全然いるわけよ。でも僕がそうしないのは、もしそういったところに引っ越してしまうと、気軽に渋谷に行くとか気軽に新宿に行くっていうのがやっぱできないじゃん、で結構やっぱり他のなんか最近だったら副業文脈でいろんな人と会ったりもするから、例えば千葉から渋谷に行くって言ったら、まあ1時間半ぐらいかかるわけ、でもここからだったら30分できるわけ、30分っていうのもちょっと遠いかもしれないけど、でも他だったらそうね、東京駅とかだったらだって15分ぐらいかなで行けるし、って考えるとやっぱりここに住むメリットっていうのは、やっぱ都心へのアクセスのしやすさっていうのは一つある、だからあんまり遠いところに住むと、例えば自分の好きなサウナとかもそうなんだけど、いいサウナに気軽に行けなかったりとか、やっぱりサウナとかそういった施設ってさ、23区に全部ギュッと詰まってるから、なんかそういったところのアクセスのしやすさっていうのを考えて、まあ、今はもう場所行っちゃうと錦糸町が僕の中ではいいなって、会社も一本で行けるしとか、ほうほうっていうのはある。じゃあなんか家賃云々ってより、サウナが好きで、東京の人と遊びたいからここに住んでるの、まあそういうことですね。働きたいから、まあ正直そこまで固定費が上がっても僕はいいと思ってるわけよ。僕は固定費上げて、じゃあその分頑張ろうっていう気になって、実際今はもう普通にここの固定費とか諸々の生活含め全然払えるから別に困ってないっていうところは、ただここからさらに家賃上げるってなると、そもそも審査が通らないっていう可能性もあるし、そうこれより上に行くとね、まあ、でも常に自分のベストの家賃、自分の信用に対して審査が下りるところの家賃を住み続ける、まあ、今はそうなってる自立を話すとそうなってる、ね、ほら収入の3割ぐらいまでしか審査が通らないみたいな、ある全然ある、まあ、常にその限界を超えていきたいと思ってですね。そうなんかこの家はそこギリ通ったっていうところ、そうっていうのある。でも全然 1K に今から戻ってくださいってね、もしなっても僕は全然戻れる。なんでこの家ちょっと前 1K じゃなくて広くしたかっていうと、ずっと家にいるからやっぱ狭いの嫌いなんよ。机にずっと向かってパソコンずっと作業してて、やっぱ5ヶ月か時に引っ越してきてから5ヶ月は 1K の家で住んでたけど、あそこ狭かったじゃん実際、めっちゃ狭かったでしょ。であそこにずっと一日中いるとなんか頭おかしくなってきたよ本当に。もうなんか天井も低いし、なんかまあ選んだ物件が悪かったんだけど、じゃあこれはちょっと部屋広くしようと思って、まあ、若干広くしたのが今の。ちなみに家賃を上げずに部屋を広くする方法を教えていただきましょうか。家具を減らすってことそう、物を減らせば部屋は広くなりますよ。僕は嫌だったんです。それが物にも囲まれて部屋も広くしたの、そう、はい、そうなんですね。そうです。であとはでかいテレビ置きたかったとか、ね、そういうね欲望はあったんだけど。ちなみにこのテレビ台じゃなくて、ホッチキスで紙にぶち込んだらもっと部屋広くなりますよ。いや多分ね重さが耐えれんと思うこのデカすぎるテレビ65インチあるからさ、ちょっとホッチキスちょっと厳しいかなっていうね。そう、物を減らす解決する方向じゃもう無理なんですね。無理だね。まあだから、まあ、あと、まあ、1L ぐらいの広さあるんだけど、まあ一回住んでみたかったっていうのある。ああなるほど。そう、まあなんかそれで言うと僕ね、まあ親がちょっとその点裕福だったんで、自己破産する前まで家広かったし、まあ普通に家2階建てで、まあなんなら屋根裏とかまで含めて3階ぐらいまで登れたから、なんか広い家はまあ確かに生まれながらちょっと住まわせたね、広い家で住まわせてもらって、屋根さね、家広くて庭も広くて、庭で普通に野球とかしてたじゃん庭で野球ってどういうこと？野球というかキャッチボール、
キャッチボールとバッティングまで。バッティングできんの？バッティングやってたね。それやばいな。まあ、でもそれでよくちょっと庭の外出てから、庭の外に飛び出してしまって、あーボール見つかんないみたいなことよくあったけど、うんまあ、よく車に当たらなかったね、それ。あーでも一回当たらないような位置当たらないような位置でやってたりするなんか、はいはいはい、そういう生活をなんかちょっと幼少期にさせてもらってたから、うん、今そんなに広い家に対する欲求がないっていうのはあるかもね。一度経験してるから親のあれで最初は恵まれてたってことですね。自己破産するまではね、まあ、自己破産してからはもう木造のボロいアパートに家族3人母子家庭で暮らしてとかあったからっていうのはあるんだけど、うんうんやっぱなんかその一回広い家に、まあ、今は実家帰ったらそこなんだけど、うんうんまあ、どうせさ広い家住んでも、まあ、小さい家住んでもメリットデメリットあるじゃん、うん、あるあるそれは全然ある、ね、その小さい家住んだらさっき言った圧迫感でとかねいやあるよ全然あったよ本当に、うんうんまあ、僕はそこの点のデメリットをカバーするために物を減らしてるとかあるんだけど、うん、どうせメリットデメリットあるんだったらその小さい家の方がさ、うんうんうん、デメリットあれど家賃が安く済むとか、うんうん、なんかコンパクトで暮らしやすいっていうメリットはすごいでかいと思うから、うんうんうん、贅沢ってすぐ飽きるから、うん、まあ確かにねそれはあるよね。だったらさっき言ったエアビーで短期的にちょっと高いお金払って1泊2日で広い家住んでみるとか、うんうん、なんかそんな感じその都度でいいじゃん、うんうん、その都度贅沢は一瞬で済ませて、うん、で普段の日常生活はまあ最低限の暮らしでいいじゃん、うん、固定費下げといてお金貯まるから浮いた分をそういう高いホテル泊まってみるビラ借りるとか行けるから別に俺も働きたくないってよりは働きたい量だけ働きたいっていうのが根本にあるから、うん、じゃあ無理して働こうっていう気じゃないっていうことね、うん、別に YouTube 飽きたら3ヶ月くらい更新しないと、うん、本当に更新してなかったからねマジ で更新 YouTube 始めた時は1日3本更新するいや本当まあ結構ムラがあるんですけど俺に生存確認が来るぐらいですから視聴者さんから、ねあまあ、飽きたらやって、はい、暇になったらまた撮るみたいなそんな生活してるんですけど、うんうんまあ、それも一緒だからさ固定費が少ないからいつでも辞められるし、うんうん、俺辞められる権利を常に持ってたんだよね、うんうんうん、なんか仕事にしろライフスタイルにしろ、うんうん、マイホーム持たないのもそれが理由だし、うんうん、ローン組んで買っちゃうと家に飽きてもさ、うん、ローンがあるから返済しないといけないからつって仕事辞められる、うん、なるのが嫌だし俺はすでに飽きることを前提に生きてるんで、うんうん、飽きてもすぐにパッと辞められて方向転換できるように所有しないとか固定費上げないっていうのは常に意識してる、うんうんうん、まあでもその方が、まあ、割とライフスタイルの変化に、まあ、合わせやすいというかそうそうそうやりたいこと、まあ、働き方とかね、やりたいことってその都度変わるじゃん、まあ確かにね、今日やりたいと思ったこと明日もやっぱいいやとか思っちゃう、うんうん、これずっと使えると思ってめっちゃデザインいい一目惚れしたこれずっと使うぞと思ったものもさ、うん、もうなんか半年1年経ったらあもう飽きたな別のにしようみたいな、まあ、洋服とかありがちよねありがちでしょ、そうですね、それが悪いとは思わないんだけど、まあ、人間飽きるものだし、うんうんうん、そういう、まあ、飽きとの戦いではあるんだけど、うん、飽きた時にどうするかってことは絶対考えとかないといけなくて、うんうんうんまあ、だから飽きたら家を手放せるように賃貸にしとくとか、うん、だから俺は常に飽きると思ってるから何事も、うんうんうん、恋愛も仕事も人生も全部、うんうん、その時のことを考えて手放せるようにっていうのは常に考えてる、うんうんまあ、そっちの方があと手放す前提だからさ、うんうん、ちゃんと向き合うじゃんこのものもいつか手放すからちゃんとしっかり大事使おうとか、うん、iPhone の話と一緒ね、うん、iPhone も1年後おるからちゃんと保護ケースつけてしっかり落とさないように使おうって大事にするようになる人がね、うん、飽きることを前提に生きてたらやっぱ固定費はありたくないなと思うし、うん、ブラック労働とかじゃなくて働きたくない人は、まあ、固定費を下げて、うんまあ、いろんなライフスタイルの変化に合わせやすいように、まあ、まずはミニマルに行きましょうってところを、まあ、布教していきたいと。いや本当そうだってさ2年前にコロナ禍でさこんなライフスタイルなんて誰も思ってなかったでしょ、まあね、思ってなかったね。でコロナ破産でさ、ね、住宅ローンが払えなくて、うん、でうつ病も2倍に増えてるんだって、あめっちゃ増えてるんだ。それやっぱり経済的に不安を抱えてる人がうつ病になってるんだって、うん、そういう仕事がなくなったとか会社が破産したとか、うんうんうん、住宅ローン払えないみたいな。でもそんな 2,3 年前予測できなかったからさ、かってなったらやっぱ固定費が少なかったらそういう変化の波にも対応しやすくなるから、うんうんうん、僕はミニマムに生きるのが一種生存戦略になってるなっていうのを思うし、それをずっと続けてきたから、まあ、生活にもゆとりができたなっていうのを実感してるし、うん、いいですね。なんか締めの言葉としていいんじゃないですか。いいですね。もうこれね40分ぐらい撮ってるんで僕の編集が大変なのでこれぐらいで終わろうと思います。あそうですねはい、ってことで今日はまあ、働きたくない人の生存戦略みたいなところをちょっと聞きたかった、僕が聞きたかったっていうね個人的な趣味で聞いてみたけど、なんか結構やっぱり、まあ、これからも僕も、まあ、固定費はね
これをミニマムにしたい、僕はもう本当にここをミニマムにして頑張るので。そう、本当にそれでいきます、はい、そうね、いや頑張ります。林くんの生存戦略は何なんですか？僕はあの働いて、まあ、なんだろうな、自分のできることを増やして収入を上げる。たくさん働いてたくさんできることを増やして、働き口を増やして、たくさん所有してたくさん喜びを得てっていう。所有はもうしない、全然これで十分だから。僕の場合は本当にできることを今増やして、会社とかでもねできることをいっぱい増やして、まあ、どこに行っても通用する人間になって、お金は困らないようにするっていう、おっていうところをやってますと。じゃあ終わりますか、これで。頑張ってください。はい、ってことで、あの彼のチャンネルのリンクを概要欄とコメント欄に貼っておきますので、あのぜひチェックしてみてください。今日みたいな話をね、生放送でだらだら喋ってるんで、はい、ということで最後宣伝とかいいですか？2冊目の本が3月の頭に出るので、はい、よろしくお願いします、はい、でもそういう話してる、結構俺さっき の, あ、いいね、あのうつ病が2倍とかさ、はいはいはい、あの住宅ローンで払えないからミニマムに生活できると、ね、ブラック労働から脱出できるよねみたいな話はまさに書いてた、うんうん、あ、今日みたいな話をより詳しく知りたい人は、まあ、本買ってねっていうところで、はい、ってことで終わろうと思いますってことで皆さんありがとうございました。バイバイ。